国王の娘たち、チャールズ・ウィリアム・ジェフリーズ作国王の娘たちは、1663年から1673年にかけて行われた、ルイ14世による植民地計画の一環であり、フランスの女性たちが、ヌーベル・フランスのうち、現在のケベック州の一部に移民として送り込まれたものである。彼女たちは、総数約八百名に及び、植民地の人口の押し上げのため、 入職者と家庭を持って定住し、子供を産むことへの期待が込められていた。この時期よりも前、あるいはその後にも、ヌーベルフランスに移住した女性や少女はいたが、彼女たちは、国王の娘たちとはみなされなかった。この用語は、ルイ14世の計画に、積極的に参加した女性たちを指すものであり、また、1663年より前には、ヌーベルフランスは、 国王の直接支配下ではなく、ヌーベルフランス会社の管理下にあったからである。当時のヌーベルフランスの産業は、毛皮公益が中心で、1650年頃、の人口は約1200人であり、しかも、結婚適齢期にある男女の比率は6対1であった。このため、国王の娘たちがヌーベルフランスに送られることになった。国王の娘たちの名称は、 ルイ14世が渡航費と持参金を負担したことによる。彼女たちは出身地も出身階層も様々で、ほぼ半数がパリの養護院の出身であり、約3分の1がノルマンディー、またはポワトゥなどフランス西部の出身であった。これは普通の入職者がヌーベルフランスへフランス本国から移民する場合も同じだった。ほとんどは庶民層出身であったが、 かなりの貧困層出身者もおり、また、プロテスタント信者や売春婦もいたと言われ、いずれも、修道所に付き添われて、ヌーベルフランスへと渡った。彼女たちは、到着後数ヶ月で結婚したが、住居のある男性が特に好まれた。ルイ14世国王の娘たちとはどういうもので、誰であったのか、この検討が長きにわたり何度もなされてきた。書き物で、この言葉を初めて使ったのは、 修道女マルグリット・ブールジョアで国王の資金で渡航し持参金を持たされた女性と自らの意志で自腹を切ってヌーベルフランスに渡った女性とをはっきり区別することが重要であるとみなしていた。ブールジョア以外の著述家は国王の娘たちが誰であったのかについて年代別に構成した。大部分の歴史家たちが約770人から850人が 国王の娘たちであったということ、1663年から1673年の間にヌーベルフランスに渡ったという点で合意していた。年齢別に見た国王の娘たち、16歳から25歳が一番多い。国王の娘たちは独自の方法で国王の支援を受け取った。ルイ14世は支援の100ポンドをまずフランス東インド会社に渡航費、移植と嫁入り、 道具の費用として支払い、また持参金も支払った。持参金は、もともとは400ポンドとなっていたが、国庫がそれだけの出品に耐えきれず、事実上は、現物支給であった。現在のドイツやイングランド、ポルトガルといった、ヨーロッパの他の国からも少数の応募者がいた。国王の娘たちとして、ヌーベルフランスに渡ることを許された者たちには、厳しい基準が適用された。 倫理面での支出、そして入職者としての厳しい生活に耐えられるだけの健康面での適応性があるかどうかが基準で、事実、彼女たちの何人かはフランスに戻された。国王とヌーベルフランスのアンタンダムによるこの基準を満たさないと判断されたからだった。ヌーベルフランスから見て、彼女たちは、あるいは没落した名家の出であったり、または子供を外に出さざるを得ない。 大家族の出身であった可能性もある。名家の出である女性は、ヌーベルフランスの管理や紳士階級の階層の者と結婚した。国王の娘たちは、ケベック、トロワリビエール、モントリオールで下船した。ヌーベルフランスに着いた彼女たちが夫を探すのに、要した時間は、それぞれ異なっていた。自分にふさわしい夫を探すのに、ある者にとっては、数ヶ月。 また別のものには3年を要した。夫探しとなると、また実際の結婚ということになると、多くの男女は、教会で、聖職者と立会人の付き添いのもと、正式に結ばれた。一部の夫婦は、交渉人の前に進み、結婚制約書に署名した。結婚は、大抵は、神父の側の教区の司祭により取り行われた。結婚予告は、結婚式の前に、 教会で3回にわたり行われるべきものであったが、植民地側からの結婚の要請もあって、事実上結婚予告を受けたに等しい、わずかな数の国王の娘たちの早期の結婚が求められた。国王の娘たちのうち737人がヌーベルフランスで結婚式を挙げたと言われる。結婚制約書は女性の保護を意味した。夫婦や夫に、 経済的な危機が生じた場合、そして選んだ女性を夫が気に入らずに結婚を無効にする場合の保護策であった。この結婚無効は1669年から1671年の間の国王の娘たちの間でとりわけ強かったように見える。持参金をめぐって男性の間で一文弱あったと思われるからである。また結婚しない男性には けがは公益許可証が取り消されるなど、反強制的な結婚の奨励が進められたとも言われる。国王の娘たちの大半は安定した結婚生活を送ったとみられ、正式に離婚を願い出たのは4名であった。また、結婚しなかった32名のうちの大部分はフランス本国に帰国した。17世紀半ばのモントリオール1663年より、前には、 ホール・ビル・マリー、現在のモントリオールに移民する女性たちはすべて、ジャン・ジャック・オリエとジェロームル・ロイエド・ラ・ドーベル・シエールが1641年にパリに創設したノートルダム・ド・モンレアル教会の応募によるものだった。この時移民した女性たちの中には、ジャンヌ・マンスやマルグリッド・ブール・ジョアがいた。この組織は、ドーベル・シエールがすでに、ビル・マリーと呼んでいた団体の大元となった。 ジャンタロン1663年と1673年に限り国王の娘たちはケベックに上陸した。そこでアンタンダンのジャンタロンが建てた家に暮らしていたマダムブルボンに迎えられた。国王の娘たちがビルマリーで船を降りたのは1663年と1664年の夏だけで、そこではマルグリット・ブールジョワが彼女たちを出迎えた。ビルマリーでは ケベックのような居心地のいい家には受け入れられなかったが、1668年の夏に限り彼女たちを受け入れるのにいくらか敵士たち、メゾン、サンガブリエルに受け入れられた。この家はブール・ジョアが農場の外に建てたものだった。こういったカナダの女性たちの助けを得て、国王の娘たちはビル・マリーの厳しい気候に適応する術を学び、 そして最終的には入職者の妻となった。船が不当についてから50日間の間に結婚しないと入職者の男性は漁業や治料の権利を取り上げられるため早く結婚しなければならなかった。加えて入職者の男性が国王の娘たちの一人と結婚すると報酬を受け取ることができた。入職者や兵士には50ポンド、士官や管理。 その他社会的地位のあるものには100ポンドだった。1663年から1673年の間にヌーベルフランスに着いたと言われる女性たちでビルマリーに向かったものの人数ははっきりしていない。モントリオールとケベックの公文書にはこの地で新しく築かれた家庭の名前が残されているが、これも不完全かつ信憑性に欠けるとされている。花嫁の到着。 エレオノール・フォルティス・キブリック作左から2番目がジャンタロン、3番目がラバル・シンプ国王の娘たちを乗せた船がトロワリビエールやモントリオールに向かう前にケベックに着いたため、ケベックの入植者たちは最初に彼女たちを選ぶ権利を与えられた。今もケベックシティの女性は他の都市に比べて美人が多いと言われている。しかし、いくつかの文献によれば、 彼女たちは見た目の魅力ではなく、むしろ、植民地の生活に耐えられること、子供を産める体であることを優先されたとされている。国王の娘たちという発想は、17世紀の計画当初において、その実態は倍春譜であったというよからぬ噂がある。おそらくは、その当時も、近代になってからも、誤った考えが新大陸のフランス植民地から発信されたせいであると思われる。 この噂の一因は、最初の国王の娘たちが移民した頃、カナダは受刑者の創屈であったという考えが定着していたためである。同時に、16世紀半ばにフランスの犯罪者の記録を抹消する代わりに、カナダに送ろうという運動もあった。この二つはいずれも長続きせず、カナダはモラルに問題のある土地であるという見方を何らかの理由でどうにか植え付けた程度だった。 加えて、17世紀には、売春婦や女性犯罪者が、フランス領西インド諸島やルイジアナにやらされていて、一般には、フランス領の新大陸には、間違いなく、売春婦が送られていると、何かにつけて考えられていた。とりわけ、売春婦である国王の娘たちによって、人口を増やすという考えは、ヌーベルフランス滞在中の男ャクラウントンの証言で、知ることができる。 サンアマン、タユマンデ・レオ、そしてポール・レジュン・モラ・オントンと同様の発言をしているが、証拠とされる文献はそれよりも前のものである。ラ・オントンの証言によれば、彼女たちは普通の低層関連を持った女性たちであり、宗教の上での許しを求めてカナダに渡ったのだとみなされていた。しかしながら、ラ・オントンのこの言葉は、早くも1738年には、クロードル・ボーから、 1744年には、ピエール・フランソワ・アグザビエド・シャルルボワから、国王の娘たちの渡航関連の文献で、否定されている。ペートル・ギャニーによれば、カリブ海にいた女性がカナダに行ったという記録はない。カナダでの売春行為で告発されたのは、800人、近い、国王の娘たちで、唯一、カトリーヌ・ギシュランのみである。1675年8月19日、 彼女はヌーベルフランス政府に不倫と売春の罪で出向いた。二人の子供は友達の家の養子となり、彼女自身はケベックから追放された。彼女は夫のニコルビュュトーが家族を捨ててフランスに戻った後、売春婦になったと言われている。その後彼女は婚外子をたくさん産み、少なくとも二度の離婚をしたとされている。また、ソレルに戻り、 さらにモントリオールに移住してから二度結婚したとも言われている。国王の娘たちはその後1672年のオランダ侵略戦争の勃発によりヌーベルフランスの産業の育成ともども打ち切られた。ありがとうございます。